What's up, heroes and haters? It's Hardison. ご無沙汰してます。私のブログ見てくれてたりとか、ツイッターフォローしてくださってる方とかはわかると思うんですけど、私すごくヘイターが多くて、結構暴言を吐かれるんですよね。またその話ってなるかもしれないんですけど、これはただの導入なんで、まあそのままちょっと聞いてみてください。バカかよってことをよく、まあ、言われるんですよね。それ私はあんまり答えなくて、なぜなら私は自分がバカだと知っているから、私が物事について知らないということを私は知ってるんでですね、そんな分かっていることを改めて言われても、ああ、みたいな。逆にあなたは知っているのねっていう風になっちゃうんですよね。ソクラテスだったかなと思うんですけれど、無知の知っていう言葉がありまして、知らないということを知っているということに価値があるっていうのは私もそう思うんですよね。まあ、ほんで、まあ、自分がバカって言われた時は、まあ、そういうふうに私はバカですってなるんですけど、私もね、人間なんで周りの人に対してこいつバカじゃねえと思う時あるんですよね。どうしてもマジこのクソバカ土に帰んねえかな世界の平和のためにとか思ってたんですけど、でも最近は私ができないことをきっとこのクソバカは何かできるはずなんだよな、それってすごいんだよなって思うようになったんですよね。で、そうやって思える自分のことが好きなんですよ。人にも優しくなれるし、いいことしかない考え方かなって思ってるんですけど、こういうことを学校では教えてくれないじゃないですか。だから頭が悪い人がいっぱい出てくるじゃないですか。自分は何でも知ってるって思ってる人だとか、お客様は神様みたいな人とか、そういう人が出てくる原因って結局哲学をしてこなかったからだと思うんですよね。バカって一体何なのかっていうね、そこすら考えたことがないっていう。中学校とか高校とかでもう哲学とか倫理学とか教えちゃってた方がいいと思うんですよ。例えばプラトンのイデア論とかですね。例えばこれって青いですよね。これを見てピンク色だねっていう人がいたとしますよね。その場合、これ青が正しいのかピンクが正しいのかみたいな話になりません？でもその場合って多分青っていう人が多かったら青になると思うんですよ。けどプラトンのイデア論っていうのは、私が見ているのでは青だし、ある人が見ている色はピンクだけれど、本当に何色かどうかっていうのはこいつ自身しか知らないよっていうことなんですよね。面白くないですか？まあそういうことを考えないじゃないですか。哲学とか勉強してないと、答えがないことについて考え続けるということがいかに私たちの人間としての質を高めてくれるかみたいなことを知らないわけですよね。だから考える人たちに対して大衆が抱く印象っていうのは、うわ、きっしょみたいな感じだと思うんですけど、まあ本当はそれ逆だよねって思うんですよね。考えない方の方がきっしょいんじゃねって私は思っちゃうんですよね。だからもっと考える人が増えれば、バカだバカじゃないみたいなくだらねえ議論も減ると思うんですよね。けどやっぱこの教育の方法では難しいんでしょうね。他にも例えば法律は必ず正義なのかとかって考えますかね。考えさせてくれるんですかね。学校では悪いことはしちゃダメですよって言うけど、その悪いことって誰が決めてるのっていう、それは教えてくれないじゃないですか。ダメなものはダメじゃないですか。先生とか親がしてくる説明って、それってすごく良くないなと思うんですよね。教育上子供をそうやって考えないように育てるから、大人になってもバカが増えるんだと思うんですよね。悲しいですよね。それって哲学をしない人とか倫理学について考えたことがない人とか、すごく幸せだと思うんですよ。知っていることが少ないほど人って幸せだと思うんですよね。これもめちゃくちゃ私の主観ですけど、だから彼らは知ることを放棄することで自分たちを幸せにしているんだと思うんですけど、けどその代償として彼らは必ず誰かを不幸にしているとも思うんですよね。むやみに傷つけたりして、そういう世界ですよね。私はバカなのかみたいな話をしましたけど、まあ、その答えはもう言っちゃったから、この動画にも特にゴールとか結論とか
そういうのは全然用意してないんですけど、まあ、ただこの動画を見てる人の何人が今私が言おうとしたことを理解したのかとか、そういったところ気になりますよね。一体何人の人が自分がどれだけ無知かということを知っていて、一体どれくらいの人が哲学をすることに意義があるって感じているんだろうとか考えましたね。それだけよかったらコメントで教えてね。バイ。